身只栽百个所少，问提点多样。本書は鳩丸十和家妙法蓮華経406年和家大正蔵第9巻能262の視点である。さらに3つの視点を付録として加えた。すなわち愛好生の誰かが訳してら十和家に組み込んだ部分。6世紀頃かの視点に部分訳だが古い和家である。薩久盛上がり屋西進む台。大正蔵。第9巻、能265の視点、三羅十和家の部分間と解約である、天使な妙法蓮華屋、601年和家。第、肖像、第9巻、能264の視点である。したがって、前著、聖法華経視点と本書を合わせて、法華経のすべての簡訳の視点が揃ったことになる。本書を執筆するにあたり、筆者は前著と同じ方針をとり、前景の経典から口語間と表現、普通、教え語、音写語を中心にして約2200項目を選び注釈した。それ以外にだらに約200項目も取り上げた。基本的に、漢儀以前の文献に見え、しかも同じ意味で使われている平明な語彙は省いた。しかし、難解なあるいは興味深い語彙は取り上げた。各項目には母本、漢配分難字を交換本及び自己方語分け、聖法華経、大正9巻書集などの対応語を併記し、さらに英訳語を付した。羅十和家は中央アジア出土写本、壇館に近いので、唐島。1992-252F を参照、それらの読みにできる限り注意を払い、それらが漢配分難字を交換本の読みと異なる場合は、併記した。本書を執筆するに際して、妙法蓮華経に対する道を、悟は、吉蔵などの注釈と英語、仏語、読語、現代中国語の翻訳及び日本語訓典、訓読本を参照した。とりわけ、レオン。ヒューリッツの優れた訳中、スクリプチュアーオブザ・ロータス・ブロッサム・オブザ・ファイン・バーマ、トランサテド・フロムザ。チャイニーズ・オブ・ KUM ・ラズリー・A、ニューヨーク、1976、コロンビア・ユニバーシティ・プレスからは多くを学んだ。英訳。書やその他の英文参考書に見られる英訳語より適切な英語表現が見つからなかったときは、それはしばしばであったが、断らずに借用した。
しかし、これら現代語分けに見られる解釈と筆者の解釈が異なる場合も少なくない。現代中国語訳中の一冊をどけば、その他の訳者たちは意識しているとしていないと似合ず、日本の伝統的解釈、訓典を予備訓読の影響を受けていることは明らかで、その一方で、中古漢語の近年の研究成果にほとんど注意を払っていない。前述の現代中国語訳中は、しかし、はなはだ不正確で盛り、せんなもので、あまり参考にならない。いかに、従来の解釈と筆者の解釈とが異なる例を、いくつか挙げることにする。まず、ぜ。菩薩十奈に三昧、自能女性在所あげん、土立ち主上。56バイト 13FO、岩波文庫本は、この菩薩奈になる三昧に従して、欲は在所、あらゆるところに表して、主上を土立つ、食えるや、岩波文庫本、下、236ページと書き下し、キューリッツはインフィッチサムダダズ。リスボドサタドーイ、ザットインディスウェイ、フェアイルエイチイメイビー、エイチイキャンメイクマジカルデーモンストレーションズ。アンドレスキューリビングビーイングス。P309 と訳している。しかし、在プラス、ところプラス動詞は、自在に、アスルの意味であり、本書353ページを参照。在所アゲンは、自在に変現するという意味。味に解釈すべきである。また、オーベレン。小仏秋七宝道長表金札花香り気学寺育養書。仏頭病、22A1F の、長表は、長く、金札を表し、岩波文庫本、上、320ページの訓読。され、Making Long Displays of Golden Chattras, Q-Ritz, P128 と訳されている。また、イヤリキ投資地宝寺屋表札人工広自然省至る本店、46A7F の表札は、遠上に、高く表出する朝をと注釈され、同、下、350ページと訓読され、Despiting A シャトラ、同、9P254 と訳されている。しかし、この場合の表は、表すという意味ではなく、上りやるいは、またの意味である、本書22、32ページ参照。また、動詞ミシャーが心小発不安進む説由みのるり、18センチ 8F は、動詞に捨てられし、我が心を感じた猛がこなり、はじめ肝心して実のり、ありと時たまわざるは、同、上、258ページと書き下され、The teacher made a show of indifference, for H.E. knew her. そうつ。H.E. never urged U.S. on by telling U.S. that we should gain a real advantage, Q-Ritz, P97 と、分けされているが、この、身は、受け身を表すのでもなく、まして、見せるという意味。でもなく、ある人の行為が他者に及ぶことを示す語なのである。この用語は中古漢語文献に頻繁に見られる、本書131ページ参照。したがって、上の文は、動詞は、私たちを放置して、私たちの心を観察していたから、私たちを励ましたり、真実の美、意味があること、を説いたりすることは全くなかったという意味である。本書に引いた例文には、新しく句読を施し、また、基本的に中国のしるべ典方法に準拠して、引用符号や、などの符号を付した。これら句読や符号で蔵に示した筆者の解釈が、10。来の解釈と第二に異なっている場合も少なくない。例えば、しか我ら深い方便阿弥諸説。はじめ文仏法、偶弁真珠、C、鳥屋、
センチ級 F は、しかるに、我らは方便してよろしき。にあてと彼氏ところをわからずして、初めて仏の法を聞き、ぐう、たまたま弁士真珠し、し、おもんみして証を取りたればなり、岩波文庫本、上、136ページと訓読され、however, 真髄。Did not understand that the preaching had been based on expedient devices and accorded with fact. Was appropriate to the particular circumstances, when we first heard the Buddha's Dharma, directly. We had encountered it, we veiled it, accept it, had thoughts about it, and based conclusions on it. Q-Rich とP49 と訳されているが、筆者は、最後の部分を、私たちは悟りを得た。と、勝手に思い込んでいたと理解する。筆者のこの新しい解釈は、引用符号。で示されている。もう一つ例を挙げれば、阿諸氏等分仏入涅槃お能の日、仏滅一那に早。5A14F は、あの諸子等は仏が涅槃に入りたまわんと聞きておのおの、非能を抱く。仏の滅したもうこと一に何ぞ早かなるやとと訓読され、同、58ページ、フェンザ。サンズオブザワールドハイフンオノレットワンハードザットザブッダワズエンテリングニルエイ、イチハーボアードグリーフ。アンドアンゴーチ、開きカッコセイイング閉じカッコ。一重引用符ホワイマストザ・ブッダズ・エティンクション・ビー・ソー・スイフト、一重引用符。ヒューリッツ、P19 と訳され。ているが、一難は、なぜ、ではなくて、なんと、早く仏は入滅されること。か、と驚きを示す。この筆者の解釈は、で示されているのである。従来の解釈が筆者のものとは異なるが、本書で示すことができなかった例も沢山あり。その中には、例えば第11品、御宝盗品という名の問題がある。これは、従来は、大衆が宝刀を見る、岩波文庫本、中、343ページとかアパリションオブザイユーリード。STPA、Q-Rich P.183 などと解釈されているが、仏が宝刀を見せると理解するのが、正しい。この場合、見は、現の意味である。これらに関してはまたこうを改めて、示すことにしたい。したがって、本書は機械的に作った作品では決してなく、前著同様、筆者の法華経に対する解釈を大意に盛り込んだ書なのである。しかし、法華経が、アジアの宗教地下上へ最も影響を与え続けてきた書物の一つであり、おそらく最も研究されてきた仏典であるということを考えるとき、多くの欠点や異論のあるに違いない本書は完成というにはほど遠い。もし筆物が後に3年を本書の執筆にかけたならば、もう少し正確な、完璧に近い視点になる。たかもしれない。しかし、筆者にはそれを続ける集中力がもはやない。同じような研究を、すべき経典がまだ数十もあり、本書執筆と並行してすでに、8000章般若経及び、無量、寿経の古分け、旧約の視点を書き始めた。将来、法華経の中央アジア出土本語写本とこ、単出土の知られている限り最古のチベット訳本、およびいくつかの古分け、旧約の漢訳経典の文献学まと研究を成し遂げた上で、できれば、この一見読み益そうでその実性格に読解するのは難しい、妙法蓮華経の研究に再び戻ってきたいと考えている。本書は、2年半に及ぶ筆者のささやかな努力と、尊敬する先生方からの温かい励ましと、親友たちのかけがえのない応援と、そして、家族のその間の忍耐の産物に他ならない。
聖法華辞典を出版しても、筆者の知る限り6編の書評が出た。そのいずれもが簡訳。仏典の辞典を書き続ける楊筆者を励ましてくれた。その点において、筆者は書評執筆者。シュストン・H・バレント教授、ジャーナル・オブ・ザ・ロイヤル・アジアティック・ソサエティ、シリーズ3、10開き括弧2000閉じ括弧、マガリタ。はい。オロビョア・ハイフン・リジャトスカヤ教授、マナスクリプタ・オリエンタイア2分の5開き括弧1999閉じ括弧、イムラ・ハマール博士、アクタ。オリエンタイア52開き括弧1999閉じ括弧、イグスコミットハイフンインツァ教授、オリエンタイスティスチェイテレタースエータング95開き括弧2000閉じ括弧。序文監視、オーア学館1開き括弧1999閉じ括弧、バート・ゲッセイン博士、アジアティスチェスタディエン2/3開き括弧1998閉じ括弧小括弧終わりに満口の、謝意を表したい。ただ、最後に挙げた中国学への不十分な理解を露呈した書評からはほとんど、何も学ばなかったが、また、筆者の前兆を読んで励ましてくださったり、誤植や誤りを指摘してくださったその他の、方々にも深くお礼を申し上げたい。中でも、多数の訂正すべき点をご教示くださった上友、泉教授、摂高大学、五島清隆氏、主治院大学に特に感謝の意を表したい。入谷義隆先生の本書に対する意見をお伺いできないのは残念である。先生の比叡平野の頃、宅で月に一度開かれていた研究会、お山の会に、ドイツより帰国後1995年から先生の、お亡くなりになる1998年まで参加させていただいたことは正しく幸運であり、そこで学んだ。事柄は筆者にとってかけがえのない財産となった。先生はしばしば、岩波文庫版の、法華。経の句読や書き下しには、先生が指摘して改められた箇所も少なくないが、まだまだも、大点が多いと当ておられた。事実、筆者は先生宅の今の本の山の上に、書き込みとて、性の入った岩波文庫本を見たような気がする。奇妙に思われるかもしれないが、筆者の一連の視点執筆の着想は、90年代初めのある日、の、当時筆者の指導教授であったフライブルク大学インド学教授オスカー・オヒヌバー博士と、の会話に遡る。先生はフランキン・エッチャートンの仏教根高本語文法及び辞典の問題点を指摘しながら、将来の仏教本語の辞典は、例えば、大衆部出世兼部の仏教本語辞典といった、ように部派前に個別に編纂すべきだとあだ。この貴重なヒントがきっかけとなり、筆者はいくつかの言語仏典と漢訳仏典との視点を並行して書き始めたのである。このヒントを与えてくださり、留学中から今日に至るまで絶えず励ましてくださり、また多方面にわたって助けことをしてくださる先生に深い感謝の意を表したい。コンピュータ操作やソフトウェアに関して懇切に教えてくださった筆者の京都の友人たち、神野安修行、全文化研究所、水田高道、仏教大学、金岩和弘、同、金田康志春、同の、諸子及び同僚の工藤淳子れ氏に対して心から感謝申し上げたい。また神野氏は、巻末につき、したら作品及び部種別作品の作成にもお助力くださり、金田氏は50音順作品を作成してくださった。神野氏は、さらに、巻末の逆引き作品に関して、他校の看護大師添削、陰平さんの経験に基づく有益なご助言をくださった。さらに、親切にも本書の数万にのぼ、11、ルボン館の引用文とそのページ数、行数をいちいち確認してくれた陳明博士、北京大学に心から感謝したい。また、
研究所図書室の鈴木直子女子も小本本からの引用文を確認してくださり、創価大学の留学生、小内志津女子、中国、李桜女子、中国、張宝月女子、台湾は看護、文献からの引用文を確認してくださった。上記書士の補助力のおかげで、筆者の目を逃れた様、山の誤りを直すことができた。深く感謝したい。また、幾度も幾度も原稿を読んで英文の誤りを指摘してくださったピーター、ライトシミツ。謹んで感謝の意を表したいと思う。筆者は久しく、昼間は研究所でボンゴ写本の研究をし、平日の夜と土日に、漢訳仏典の視点を執筆するという習慣を保ってきた。家族を顧みず、また休日らしい休日も取らずに、うち、や旅先で本書の執筆に専心する私に、文句も言わず、支えてくれた妻、雲青に心から感謝の念を捧げたい。彼女の大きな忍耐と理解なしには、このような短期間で本書を書き終え、ることなど筆者には到底不可能であった。A. Glossary of KUM Rajah's Translation of the Lotus Sutra 妙法蓮華師典静止唐島城志デジタルバージョンデジタルアーカイブスセクションライブラリー&インフォメーションセンターオブバーマドラムブッディストカレッジ法鼓仏教え学院阿諸氏陣屋方アグライツカサー組低層室http://goodstinformatics.doc.edu.tonw/wise This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Share-Alike-3.0-Unported License 本著作係採用総用 CC Attribution-Share-Alike-JAR 上巻 JAR バーマドラムブッディストカレッジ法鼓仏教え学院 http://www.doc.edu.tonw 台北2013年6月13日totos://drive.google.com/file/d本書は鳩丸十分け、妙法蓮華経、406年分け。大正蔵、第9巻、納262の視点である。さらに3つの視点を付録として加えた。すなわち、愛好生の誰かが訳してら十分けに組み込んだ。部分、6世紀頃かの視点に部分役だが古いわけである、薩久守屋ダリア、西進む台。大正蔵。第9巻、納265の視点、三ら十分けの部分まと解役である、天使な妙法蓮華や、601年分け。第、肖像。第9巻、納264の視点である。従って、前著、聖法華経視点と本書を合わせて、法華経のすべての漢訳の視点が揃ったことになる。本書を執筆するにあたり、筆者は前著と同じ方針をとり、前景の経典から口語まと表現、普通。教え子、落とし子を中心にして約2200項目を選び注釈した。それ以外にだらに約200項目も取り上げた。基本的に、漢義以前の文献に見え、しかも同じ意味で使われている平明な語彙は省いた。しかし、難解なあるいは興味深い語彙は取り上げた。各項目には本本。漢-南字を交換本及び軸法語分け、
聖法華経、大正旧巻諸宗などの大王豪兵。印、さらに英訳豪富した。羅十分家は中央アジア出土写本、弾丸に近いので、唐島。1992、252F を参照。それらの読みにできる限り注意を払い、それらが漢配分南条項漢本の読みと異なる場合は、併記した。本書を執筆するに際して、妙法蓮華経に対する道を、悟は、吉蔵などの注釈と英語、仏語、独語、現代中国語の翻訳及び日本語訓典、訓読本を参照した。とりわけ、レオン。ヒューリッツの優れた訳中、スクリプチュアーオブザ・ロータス・ブロッサム・オブザ・ファイン・バーマ、トランサテド・フロムザ。チャイニーズ・オブ・ KUM ・ラズリー・A、ニューヨーク、1976、コロンビア・ユニバーシティ・プレスからは多くを学んだ。英訳。書やその他の英文参考書に見られる英訳語より適切な英語表現が見つからなかったときは、それはしばしばであったが、断らずに借用した。しかし、これら現代語分けに見られる解釈と筆者の解釈が異なる場合も少なくない。現代中国語訳中の一冊をどけば、その他の訳者たちは、意識しているとしていないとにやず、日本の伝統的解釈、訓典を、予備訓読の影響を受けていることは明らかで、その一方で、中古漢語の近年の研究成果にほとんど注意を払っていない。前述の現代中国語訳中は、しかし、甚だ不正確でおり、せんなもので、あまり参考にならない。いかに、従来の解釈と筆者の解釈とが異なる例を、いくつか挙げることにする。まず、是。菩薩十奈二三昧、自能如是在所挙げん。土達主上。56バイト 13F 岩波文庫本は、この菩薩なに、なる三昧に従して、欲は在所、あらゆるところに表して、主上を土達、食えるや、岩波文庫本、下、236ページと書き下し、ヒューリッツはインフィッチサムダダズ。ディスボドサタドーイ、ザットインディスウェイ、フェアイルエイチーメイビー、エイチーキャンメイクマジカルデーモンストレーションズ。アンドレスキューリビングビーイングス。P309 と訳している。しかし、在プラス、ところプラス動詞は、自在に。アスルの意味であり、本書353ページを参照、在所アゲンは、自在に変現するという意味。味に解釈すべきである。また、オーメレン。小仏秋七宝刀帳表金札花香り木学寺育養書。仏刀廟、22A1F の、帳表は、長く、金札を表し、岩波文庫本、上、320ページと訓読。され、Making Long Displays of Golden Chatras, Hewlett, P128 と訳されている。また、イヤリキ投資地宝寺屋表札人工広自然章至る梵天 46A7F の表札は、遠上に、
高く表出する朝をと注釈され、同、下、350ページと訓読され、Despite a Shatra、同、9、P254 と訳されている。しかし、この場合の、表は、表すという意味ではなく、上りあるいは、またの意味である、本書22、32ページ3章。また、動詞ミシャーが心コアツフア進む節ユミノルリ、18センチ 8F は、動詞に捨てられし、我が心を感じた毛がこなり、はじめ感心して実のり、ありと時たまわざるは、同、上、258ページと書き下され、The teacher made a show of indifference, for H.E. knew her. So, H.E. never urged U.S. on by telling U.S. that we should gain a real advantage. Hewlett's P97 と分けされているが、この、身は、受け身を表すのでもなく、まして、見せるという意味。でもなく、ある人の行為が他者に及ぶことを示す語なのである。この用法は中古漢語文献に頻繁に見られる、本書131ページ3章。したがって、上の文は、動詞は、私たちを放置して、私たちの心を観察していたから、私たちを励ましたり、真実の美、意味があること、を説いたりすることは全くなかったという意味である。本書に引いた例文には、新しく句読を施し、また、基本的に中国のシルベテン方法に準拠して、引用符号や、などの符号を付した。これら句読や符号で蔵に示した筆者の解釈が、10。来の解釈と代位に異なっている場合も少なくない。例えば、しか我ら深い方便あり諸説。はじめ文物法、偶弁真珠、C、鳥屋、10センチ9F は、しかるに、我らは方便してよろしき。にあてと彼しところをわからずして、初めて仏の法を聞き、ぐ、たまたま弁知真珠し、し、おもんみして証を取りたればなり、岩波文庫本、上、136ページと訓読され、However, sincerely, did not understand that the preaching had been based on expedient devices and accorded with fact, was appropriate to the particular circumstances, when we first heard the Buddha's Dharma, directly. We had encountered it in varied it.Accept IT, had thoughts about IT, and based conclusions on IT. Hewlett と P49 と訳されているが、筆者は最後の部分を私たちは悟りを得た。と勝手に思い込んでいたと理解する。筆者のこの新しい解釈は、引用符号で示されている。もう一つ例を挙げれば、あ、諸子等文物入り涅槃おのおの日、仏滅一なにはや。5A14F は、あの諸子等は仏が涅槃に入りたまわんと聞きておのおの、非能を抱く。仏の滅したもうこと一になにぞ早かなるやとと訓読され、同、58ページ、フェンザ。
サンズオブザワールドハイフンオノレットアンハードザットザブッダワズエンテリングニルエイイチハーゴアードグリーフアンドアンゴーチ開きカッコセイング閉じカッコ一重引用符ホワイマストザブッダズエティンクションビーソンスイフト一重引用符キューリッツ P19 と訳されテイルが一難は、なぜ、ではなくて、なんと、早く仏は入滅されること。か、と驚きを示す。この筆者の解釈は、で示されているのである。従来の解釈が筆者のものとは異なるが、本書で示すことができなかった例も沢山あり。その中には、例えば第11品、御宝盗品という名の問題がある。これは、従来は、大衆が宝刀を見る、岩波文庫本、中、343ページとかアパリションオブザインウィード。STPA、キューリッツ P.183 などと解釈されているが、仏が宝刀を見せると理解するのが、正しい。この場合、見は、現の意味である。これらに関してはまたこう改めて、示すことにしたい。したがって、本書は機械的に作った作品では決してなく、前著同様、筆者の法華経に対する解釈を大意に盛り込んだ書なのである。しかし、法華経が、アジアの宗教地下衆へ、最も影響を、与え続けてきた書物の一つであり、おそらく最も研究されてきた仏典であるということ、を考えるとき、多くの欠点や異論のあるに違いない本書は完成というにはほど遠い。もし筆、物が後に、三年を本書の執筆にかけたならば、もう少し正確な、完璧に近い視点になる。十、たかもしれない。しかし、筆者にはそれを続ける集中力がもはやない。同じような研究を、すべき経典がまだ数十もあり、本書執筆と並行してすでに、八千章般若経及び、無量。ことぶき経の振るわけ、旧約の視点を書き始めた。将来、法華経の中央アジア出土本五社本とこ、単出土の知られている限り最古のチベット訳本、及びいくつかの振るわけ、旧約の漢訳経典の文献学まと研究を成し遂げた上で、できれば、この一見読み益そうでその実性格に読解するのは難しい、妙法蓮華経の研究に再び戻ってきたいと考えている。本書は、2年半に及ぶ筆者のささやかな努力と、尊敬する先生方からの温かい励ましと、親友たちのかけがえのない応援と、そして、家族のその間の忍耐の産物に他ならない。聖法華師典を出版しても、筆者の知る限り6編の書評が出た。そのいずれもが簡訳。仏典の視点を書き続ける要筆者を励ましてくれた。その点において、筆者は書評執筆者。シュストン・エイチ・バレント教授、ジャーナル・オブ・ザ・ロイヤル・アジアティック・ソサエティ、シリーズ3、10開きカッコ2000閉じカッコ、マガリタ。I。オロビュア・ハイフン・ディジアトスカヤ教授、マナスクリプタオリエンタイア2分の5開きカッコ1999閉じカッコ、イムラ・ハマール博士、
アクタ。オリエンタイア52開きカッコ1999閉じカッコ。イグスコミットハイフンギンツァ教授。オリエンタイスティスチェイテレタースエイタング95開きカッコ2000閉じカッコ。序文監視。大和学館1開きカッコ1999閉じカッコ。バート・ギュッセイン博士。アジアティスチェスタディエンニスラッシュさん開きカッコ1998閉じカッコ小カッコ終わりに万行の謝意を表したい。ただ、最後に挙げた中国学への不十分な理解を露呈した書評からはほとんど何も学ばなかったが、また、筆者の前兆を読んで励ましてくださったり、誤植や誤りを指摘してくださったその他の方々にも深くお礼を申し上げたい。中でも多数の訂正すべき点をご教示くださった長友泉教授、浙江大学、五島清隆氏、主治院大学に特に感謝の意を表したい。入谷義隆先生の本書に対する意見をお伺いできないのは残念である。先生の比叡平の頃、宅で月に一度開かれていた研究会、お山の会に、ドイツより帰国後1995年から先生の、お亡くなりになる1998年まで参加させていただいたことは正しく幸運であり、そこで学んだ。事柄は筆者にとってかけがえのない財産となった。先生はしばしば、岩波文庫版の、ホッケ。今日の苦闘や書き下しには、先生が指摘して改められた箇所も少なくないが、まだまだもう、大点が多いと当ておられた。事実、筆者は先生宅の今の本の山の上に、書き込みとて、精の入った岩波文庫本を見たような気がする。奇妙に思われるかもしれないが、筆者の一連の視点執筆の着想は、90年代初めのある日の、当時筆者の指導教授であったフライブルク大学インド学教授オスカー・オヒヌバー博士と、の会話に遡る。先生はフランキン・エッジャートンの、仏教根高本語文法及び辞典の問題点を指摘しながら、将来の仏教本語の辞典は、例えば、大衆部出世兼部の仏教本語辞典といった、ように部派前に個別に編纂すべきだとあだ。この貴重なヒントがきっかけとなり、筆者はいくつかの本語文典と漢訳文典との視点を並行して書き始めたのである。このヒントを与えてくださり、留学中から今日に至るまで絶えず励ましてくださり、また多方面にわたって助けことをしてくださる先生に深い感謝の意を表したい。コンピュータ操作やソフトウェアに関して懇切に教えてくださった筆者の京都の友人たち、神野安修行、全文化研究所、水田高道、仏教え大学、金岩和弘、道、金田康志春、道の、諸子及び同僚の工藤淳子れ氏に対して心から感謝申し上げたい。また神野氏は、巻末につき、した作品及び部首別作品の作成にもお助力くださり、金田氏は五十音順作品を作成してくださった。神野氏は、さらに、巻末の逆引き作品に関して、他校の看護大師添削
陰変さんの経験に基づく有益なご助言をくださった。さらに、親切にも本書の数万二のご。ルボン館の引用文とそのページ数、行数をいちいち確認してくれた陳明博士、北京大学に心から感謝したい。また、研究所図書室の鈴木直子女子も書本本からの引用文を確認してくださり、創価大学の留学生、小志津女子、中国、李桜女子、中国、張宝月女子、台湾は看護、文献からの引用文を確認してくださった。上記書士のご助力のおかげで、筆者の目を逃れた差は、山の誤りを直すことができた。深く感謝したい。また、幾度も幾度も原稿を読んで英文の誤りを指摘してくださったピーター、ライト氏に謹んで感謝の意を表したいと思う。筆者は久しく、昼間は研究所でボンゴ写本の研究をし、平日の夜と土日に、漢訳文典の試験を執筆するという習慣を保ってきた。家族を顧みず、また休日らしい休日も取らずに、うち、や旅先で本書の執筆に専心する私に、文句も言わず、支えてくれた妻、雲青に心から感謝の念を捧げたい。彼女の大きな忍耐と理解なしには、このような短期間で本書を書き終え、ることなど筆者には到底不可能であった。A. Glossary of K.U.M. Rajah as Translation of the Lotus Sutra 妙法蓮華亜支典静止から島から島上を志デジタルバージョンデジタルアーカイブスセクションライブラリー&インフォメーションセンターオブバーマドラムブッディストカレッジ法鼓仏教え学院阿諸氏陣屋方阿ぐらいつかさあぐみ。低ソース、http://goodstinomatics.doc.edu.tonw/wise。This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License。本著作係採用総用 CC アトリビューション配分シャレアイケジュア上巻ジュア。バーバドラムブッディストカレッジ。法鼓仏教え学院 http://www.doc.edu.tonw。台北2013年6月13日。ととす。ドライブ.google.com/file/d